ドラマティックな日本の原点、そして次世代へ。ここからは飛鳥劇団時空による創作劇人心の乱でお楽しみいただきましょう。飛鳥劇団時空は飛鳥時代を具体的にイメージしていただこうと、行政に働きかけて村民により1998年に発足。飛鳥村の PR 舞台として台本、衣装、大道具などすべて手作りにこだわり、これまでに20数本の創作舞台を作り上げてきました。依頼があれば出かけていって大化の改新を上演する出張公演も行っており、県内だけでなく東京、大阪、兵庫、福井などでも公演実績があり、今年は山形でも上演を行いました。それでは創作劇人心の乱をお楽しみいただきましょう。吉野の耳がの峰に時なくそ、雪は降りてる七くそ、雨は降りてる、その雪の時なきがごと、その雨のまなきがごと、熊も落ちず思いつつぞこし、その山道を。吉野の耳がの峰に時なくそ、雪は降りてる七くそ、雨は降りてる、その雪の時なきがごと、その雨のまなきがごと、熊も落ちず思いつつどこし、その山道を。近江の中之江から攘夷の打診を受けた大海人は、それを辞退し出家したいと近江から逃れるように吉野に向かっていた。ある人曰く、虎に翼をつけて野に放てる、旧暦の10月19日、山はもう初冬の装いだった。大海人様、妹家でございます。いいよいいよ、吉野か。およい、もうこれで追っ手の心配はないだろう。さらば、大丈夫か。はい。この雪の中、辛い思いをさせるの。いいえ、あなたと一緒ですもの。たとえこの濡れた衣がいてついてしまおうと、少しもつらくはありません。それどころか、これから行く吉野での暮らしのことを思うと、胸がワクワクしてきます。そう言ってくれるのか。妻のサララ、兄の本心がどのようであれ、今の近江の都には私の居場所はない。もし兄の申し出に応えていれば、大友を立てようとする蘇我の赤江や中富の小金たちの思うつを、たちまち私は謀反の罪に陥れられたに違いない。選ぶ道はこれしかなかった。宇治橋で不敵な笑みを浮かべていた奴らの顔は忘れようもない。あなた、島の宮であなたをお迎えするまで、私はいろいろなことを思っていました。父のこと、亡くなった姉のこと、ぬかたや当地や竹地のことを。でもあなたの無事な姿を見たとき、新しい旅立ちが始まったことを感じました。あなたと共に生きていくことを、これほど実感したことはありません。あなた、私はどこまでもあなたについていきます。さあ、あなた、私は幸せです。不自由な思いをさせるかもしれない。あなた、厳しい冬の後には必ず春がやってくるものです。何やつ。怪しいものではありません。大友のまぶた様のトネリにございます。大友のまぶたの。はい。大海様のご一行を木曽寺でおもてなしするようにと仰せつかり、お迎えに上がりました。
寺にて温かい食べ物を用意してあります。まあ、もうすぐ温かい食事をとることができますよ。かたじけない、礼を言うぞ。滅相もございません。さあさ、ご案内いたします。みんな、もう少しの辛抱です。頑張りましょう。はい、サラダ様。少し大きくなったら狩りに出て獣を追うのじゃ。そして自分で取った獲物を食べねばならぬ。奪った命は大切にいただけ。肉だけではない。皮は靴となり毛皮として使う。および獅子の解体を頼む。はっ。今夜は獅子肉で体も温まるぞ。あなた、草壁の体の弱いところが気になります。心配することはない。あの弱さが草壁の優しさだと思えば、国を治めるので力だけではない時代が必ず来るはず。それよりもさらら、この吉野での不自由な暮らしに少しは慣れたか。はい、寒さは厳しいですが、周りの者たちがよくしてくれています。それに、あなたをいつも独占できるんですもの。近江にいた時よりもずっと楽しいです。ガモーノの薬狩りの時のようなこともありません。薬狩り、まだあの時のぬかたとのことを。女はたとえ許しても忘れはいたしません。そうか、さらら、それはそれとして、あ、なんだ。何ですか？お前と一緒なら何だってやれそうな気がしてくる。私もあなたと一緒ならどんな苦しいことでもやり遂げてみせます。うん、実は前にも話したが、挙兵の準備を進めている。地元漁師の協力も得た。それで狩りに通っておられたのですね。そうだ、それでしばらくおよりを美濃にやろうと思っている。今都は党からの要求で武器の提供を迫られている。それに紛れて党の鉄を使った武器を作らせるのだ。私の領地でもある美濃は刃物作りの地。およりの成果も美濃だ。あれは早馬か。大浜様、失礼します。都から使いが参りました。都から。当世申し上げます。かねてより病床にあられました天皇様は昨日崩御なされました。お父様が。兄が亡くなったのか。なお、もがい時はまだ決まっておりません。追ってお知らせ申し上げます。さら、あなた、これからが本当に試練の道ぞ。あなた、共に雪の芋峠を越えてきたあの日のことを決して忘れはいたしません。さらば。
吉野の耳がの峰に時なくす。雪は降りけるまなくそ、雨は降りけるその雪の時なきがごと、その雨のまなくそ熊も落ちず思いつつ残し、その山道を、この時代、高貴な人が亡くなると、もがりといって、すぐに埋葬をせず、遺体を安置して別れを惜しみ、死者を讃える儀式が行われた。かからむと、かねて知りせば、大御船。果てし止まりに、しめゆわましを、果てし止まりにしめゆわましを。ぬかた殿の歌にはいつも恐れ入ります。私はまだまだ勉強が足りません。よし、思いやむとも玉かずれ、影に見えつつ忘れぬかも、影に見えつつ忘れぬかも。他の人が忘れることがあっても、私はあなたのことを忘れることはありません。皇后大和姫様の歌は心に響きます。あの方も喜ばれているでしょう。そうでしょうか。生きている時はあまり喜ばれてはいなかったのですよ。いいえ、そのように振る舞われていただけです。あの方にはそのようなところがありました。政務に励むあまり誤解されやすいところがありました。大殿様、吉野の大尼様は、もがりにはおいでにならないのか。体調が優れぬゆえ、吉野で冥福を祈られるそうだ。おかしいですな。僧の身でありながら、何か不本な動きがあるように思えるのですが、どうご案内。そうですな、災いの種は早めに摘み取らねば。いっそ吉野に兵を出して。小金、もがりの石像、慎め。しかしながら近江に来られないのは、吉野で兵を起こす準備をしているからだと噂する者もおります。吉野への荷物もことごとく調べねばなりませんな。当地の姫御子様も時々吉野に文を使わされているとか。小金、当地と大尼様は親子ぞ。頼りを交わすのは当然のこと。しかしこの時期万全を期しておきませんと。美濃の動きにも気をつけねばなるまい。あそこは大尼様の領地、製鉄の盛んなところだ。もし武器でも作られていては。お、そうだ、山品の御ささぎの築造に美濃から徴収しよう。武器を与えてすぐに兵として間に合わせるというのはいかがかな。それは良い考えですな。大殿様、
早急に決断していただかないことには大変なことになるやもしれませんぞ。すべてもがりが済んで父の供養が終わってからのこと、私は話し合いで解決したいと思っている。そのように悠長なことを言っておられては困りましたな。休みしし我が大きみ賢きや見はかつかふる山しなの鏡の山に、夜は夜のことごと、昼は日のことごと、根の身に泣きつつありてやももしき大宮人は生き別れな。こうして天智天皇は山科の御捧に葬られた。知らせが来た。夜が明けたら出発する。父がいよいよ兵を挙げるんだ。そう、そうなのね。戦になるのね。大友と戦うことになる。竹地、あ、ホタル、ほらあそこ、あそこにも。子供の頃アスカの宮の近くでよく見たよね。こうやって二人で並んで土手に座って。ああ、少し離れたところに、ぬかた様と父がいて、なんだか眩しかった。そうだ、竹地ったら、お母様に声をかけられたら、ぽーっと赤くなってしまって。どういうわけか、今でもぬかた様の前に出ると、緊張してしまうんだ。そういえば、あの頃からタケチって呼び捨てにしてたわね。そうだよ、男の子みたいに一緒に遊んでた。ねえタケチ、どんなことがあっても生きていてね。うん。死んじゃダメよ。必ず勝って迎えに行く約束よ。角野は元気かい？いくつだっけ？普通になるのか。かわいいだろうな。ええ、かわいいわよ。トーチ、大友と戦わねばならない。タケチ、気にしないで。角野の父親が誰であろうと、私の子よ。かわいいし、愛しているわ。必ず、必ず勝って迎えに行くから。そうよ、その時には僕が角野の父親になる。竹地、どっち、もう時間がない。夜が明けてくる。行くよ。竹地待って、これを。お守り、今津神社のお守りよ。縁結びの神様ですもの、きっと守ってくださるわ。縁結び、それじゃ。竹地、竹地。
サララ、用意はいいか。はい。おお、それでよい。一段と美しい。サララ様。みんな聞いてくれ。よいか。いよいよ機は熟した。私は天皇となるため、これより兵を出す。宇陀から伊賀を経て、東国より近江に攻め上る。今、飛鳥の故郷に駅令を手に入れるよう使いを出してやる。およりはすでに尾張に向かっている。近江からは武市と大津が都を抜け出し、積江山口で合流する。しかし今兵はない。これだけの人数での出陣だ。だが、協力を仰ぐ手はずは整っている。みんな心してほしい。絶対に死ぬな。近江方を破るまでは、どんなことがあっても生き残ってくれ。はぁ、うん、申し上げます。飛鳥の故郷の高坂王様は朝廷のに向かって駅令を渡すことはできないと断られました。何、高坂王が協力できぬとか。うん、構わぬ、いざ出陣。おお。672年壬申の6月24日、吉野を出発した大海人は、挙兵とはいえ、わずか数十人、しかも徒歩での出陣だった。それから約1ヶ月、古代最大の内乱、壬申の乱が始まる。出陣といっても、途中馬を手に入れるまでは、食料、鍋、釜も持っての行軍ゆえ、武器を除けば難民という感じだったかもしれない。つぶり川、今のつぶる湖の辺りを通って宇陀の安芸に向かう。この宇陀で漁師20人余りが隊に加わる。米を運んでいた馬50頭を手に入れ、武郎の大野辺りで日が暮れた。家の柿を壊し松明を作れ。おお。当時の夜は今と違って何の明かりもない漆黒の闇。明かりを手にした一行は勢いを衰えることなく宇陀川に沿って行軍する。赤目の近くを過ぎ、大海人様、まもなく名張の馬屋でございます。よし、馬屋を焼け。おお。これよりつぶらみこと東国に入られる。従う者は集まれ、集まれ。真夜中に着いた一行は馬屋を焼いて浮かびしたが、ここでは誰も出てこなかった。土地の者の案内もなく、名張川に着こうとするとき、突然夜空にもはっきりと黒い雲が現れ、たちまち空に立ち上った。大海人様、あれは、あなた。よし、占ってみよう。地区を持て。はい。おお、天下は二分されると出た。だが南の天空に赤き鳥現れ、我に勝利をもたらす。赤き鳥、すなわち朱雀なり。おお。おお。いや、まだサララの力も借りねばならぬ。これで軍の士気も高まり、伊賀に向かう。伊賀は大友の巫女の母親の出身地。ここのお前は焼いたが、ここで軍師らが数百の兵を連れて大海人に加わった。夜が明けてきたな。タラノにございます。よし、しばらく休息をとる。飯を食うぞ。あ、この辺り、現在は天理から亀山へ名阪国道が通っているが、吉野からは大変な道のりだった。尾張や美濃の兵と合流せんと、夜を徹しての行軍。よし、出発する。皆疲れておろうが、もう少し頑張れ。つむえの山口で武市が合流するはずだ。つむえの山口というと
今の姉藩に柘植インターがあるのはそのあたりになろう。申し上げます。竹千の巫女様にございます。父上。おお、竹千、無事であったか。はい、江坂より連絡を受け狩りに行くと言って宮を出ました。大津はどうした。鈴鹿峠を越えるものと思われます。よし、竹千、随分と大人になったな。この戦に命を懸けるつもりでおります。竹千、戦には勝たねばならん。しかし命は落とすな、生き延びるのだ。戦に勝ってやらねばならんことが山ほどある。はい、私も死ぬわけにはまいりません。竹千、立派になりましたね。サララ様、トーチのことが心配ですね。いえ、トーチは弱い女ではありませんから。竹千、これから鈴鹿の氷で峠の守りを固め、今日中に朝日の氷まで進むぞ。サララ、疲れているだろうか。明日頼みたいことがある。はい、わかりました。私のことは気になさらないで。将軍大友の府家なり。我こそは近江軍。
死の不死とからくになり、いざからくに大和の宮は我らが守護する我が軍に従え。何をこしゃくな、いざそれ。桜井の後ろから、うわー、くわえた大雨軍は瀬田の空、うわー、大雨軍の総大将竹地の御子、大目朝廷軍大友の御子、道中を巡って人間の対決でも、大友、統治はもらった。何を言う竹地、統治は俺の妻だ。大友、決着をつけようぞ。行け竹地、我は棺の御子なるぞ。皆の者、行け。おそれと敵の将軍たちを徹底的に取り調べ、この戦いにおける責任の所在をはっきりさせるのだ。感情で人を裁いてはいけない。敵も味方も納得する戦後処理をする。それが国を治める者の姿勢だ。はい、皆の力で勝ち取ったのだ。これを新しい国づくりに生かしていく。これからも頼むぞ。はい、はい、さらに我が軍は勝利したぞ。はい、また新しい国づくりが始まる。アスカへ帰るのですね。そうだ、またアスカに宮を作る。はい、戦では大勢の犠牲者を出したが、投降者が多かったのはせめてもの救いだった。大友は戦いを望んではいなかったのかもしれないが、我らが勝利を勝ち取った。我らの勝利は神が導かれた。これから飛鳥の宮で新しい国家を作る。人民と共に律と令の整った国家、人々が心安らかに暮らせる国を作るのだ。あなた、父上、さらに武市、皆も同じ道を行くぞ。飛鳥へと続く勝利の道を。はい、はい、お前様。ありがとうございました。飛鳥劇団時空の皆さんで創作劇人心の乱をご覧いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは上山代表にお話をお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に新しい国づくりに向けてのストーリーを今見させていただきましたけれども、どんな思いで演じられておりましたか？はい、人心の乱と言いますと、飛鳥でしたらやっぱり、吉野へ越える芋峠、そこをさららと大海人が越えていったという、そういうイメージが強くありまして、この人心の乱に勝利したのもやっぱりあれかな、さららも大海人と同じようにこの同志として一緒に戦ったのかなという気がしております。うん、ですから私たちにとってはそのさらなる道っていうんですかね、吉野宮への吉野の宮ですごいことがあったと思うんですよね。だから三十数回もまた行幸を重ねるというようなことをさららがしてますので、私たちにとってはすごい出来事の一つ、大化の改新に続いてこの人心の乱という感じがしたりします。はい、今その当時の様子って知ることはできないんですけれども、あの劇を通して1350年前にね遡ってその様子をなんか想像することができまして、本当にね素晴らしい劇をありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今からまあ20年以上前に劇団を旗揚げされたということなんですが、はい、なぜ旗揚げをしようと思われたんでしょうか？飛鳥っていうのはあの歴史や深いところなんですけども、ほとんどは、まあ、あの地下に埋もれてしまっている遺跡っていうのはほとんど地下にありますので、やっぱりあの人が実際に動いて、具体的にイメージしてもらおうと思って、こういうお芝居という形を取らせていただいて、始めましたんですよ。村民で立ち上げて始めましたのが、はい、23年、続いております。はい、その当時の思いから今23年が経ちましたけれども、何か変化というのはありましたか？そうですね、やっぱりあのこういう衣装もとかも手作りでしておりましたので、他の組織の方とかでもそういう衣装を作ってくれないかなとかいうふうなお話もあったりして、あちこちでその飛鳥時代の古代衣装というんですかね、はい、そういうのを体験できるようなこともあのやるようになりましたので、そういう効果はここ10年20年の間に、すごく波及していったかなと思います。ね、地道な活動がね多くの方々に知っていただけるようになったということなんですよね。であの奈良を中心に活動されているんですけれども、今年は山形でも公演をされたということなんですが、はい、山形の皆さんの反応っていかがでしたか？もうそれはすごい反応がありまして、あの朱春天皇の第三皇子の八子の皇子というのが馬子に追いやられて逃げていって、あそこの、鶴岡の方の山形に落ち着いて出羽三山を開いた開祖となったというお話がありまして、はい、だから向こうの方ではその八子の皇子というのはすごい人なんですよね。そういうことがこの飛鳥にいてるとこう分からなくて、また一つなんかそういうこともあるんだなんていうのは知らされて、それでまあ交流を兼ねてあの来てくれとおっしゃったんで行ってまいりました。当一でもありますけれども、なんか心と心がつながったっていうことですよね。飛鳥時代を通じて現代もこう交流が続くというのはなかなかあのいいことなんだろうと思いましたですね。素敵ですね。あの今までもね23年にわたって公演活動をなさってきました。で公演以来もすごくたくさんあるというふうにお伺いしたんですけれども、はい、あのそう先週も実は丹山神社でやらせていただいて、年明けたらまたあの飛鳥村の、村の成人式の時にやってくれとか、そしてまた同じ1月にまた丹山神社で、丹山神社の権殿というすごいところでやらせていただくという、ことをやるようになっております。あのまた公演を見たいなと思われた場合は、なんかホームページか何かはありますでしょうか？あ、そうですね、はい、まあ、Facebook の、軸のページであるとか見ていただいたら、いかがかと思いますけども、あのなかなか一般の方がこうやって、ご覧いただくという機会が少なくて、あの依頼公演なものですから、依頼の人ら特定の人らになってしまいますんですけども、またあの広く皆さんにあの見ていただけるような機会も、どんどん作っていきたいなと思っております。はい、では最後になりますけれども、あの飛鳥劇団時空の皆さん、今後どのような活動をしていこうというふうに思っていらっしゃいますか？もう本当にみんな年どんどん年を取っていくんですけども、いつまでも若く、若返りのために今回も割と若い子が入ってくれましたので、まだまだ続けていきたいなと思っております。また、応援の方よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。上山代表にお話をお伺いいたしました。それでは飛鳥劇団時空の皆さんに今一度どうぞ大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。
さあ皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、お芝居を通してですね、人心の乱を、まあ、第一部ではね、本のお話などもありまして、対談を通して人心の乱を感じていただきましたけれども、今回は、お芝居という形で皆さんに人心の乱に思いを馳せていただきました。さあそれではこれより15時25分まで休憩タイムを取らせていただきますが、引き続き感染防止対策のため手指の消毒であったりお連れ様との会話はお控えいただきますようにご協力をよろしくお願いいたします。